さあ、そしてこの後に日本の代表オリンピックでも頑張りました。あ、佐藤由香選手と井上玲奈選手も大きい声を出して応援してますが、日本の鍵山正和選手が出てまいりました。オリンピック12位、世界選手権去年のプラハ大会は8位でした。最初のこのコンビネーションジャンプですね。トリプル、アクセルはちょっと着氷がですね、ずらしました。そうですね。ちょっと確率ね、今までのレース、ちょっと確率が悪かったですからね。ちょっと本人もこの一発勝負にかけてたっていうところはあったんじゃないかなと思いますけど。はい、あのコンビネーションジャンプはオリンピックの時にもトリプルアクセルからダブルトーループ両足でしたね。はい、トリプルフリップジャンプですね。余裕がありましたね。なんといっても彼のジャンプはですね、入るスピード、ジャンプに入るスピードと降りるスピードは全く同じ。これはね、非常に難しいことなんですけどもね、非常にいいですね。はい、曲は八木節。そうですね、日本を強調して使ってますからね。スピンも速くていいですよ。はい、ストレートラインステップシークエンス。2分40秒を滑り切りました。最初のね、コンビネーションジャンプ少しね、危なかったんですけどもね、あとは非常に良かったですよね。みどりさん、最初のね、出足が少し残念ではありましたけども。そうですね、トリプルアクセルっていうね、はい、難しい技を挑戦しましたよね。どちらか、私がトリプルアクセル飛ぶ時はですね、どちらかというとこうフェンスの方にボンと向かって飛ぶんですけれど、はい、彼の場合ちょっとこうカーブを使ったトリプルアクセルなんで、ね、あ、これが今そうですね。ちょっとあのランディングの時にこうね、こうカーブをちょっと回りすぎって言っちゃった方がいいんですかね。あ、なるほどね。回転がちょっと多くなりかかったと。はい、まあ、しかしオリンピックの疲れもない、そして日本は時差がないからいいですよと試合前言ってましたけど ね。その日本代表の鍵山、どういった点が出ますか。やはりね、あの優しいジャンプでノーミスすることはね、彼にとって楽なことなんですけどもね、なんといっても世界選手権ですから、自分の持ってる最高の技術をね、演技してノーミスでやることがね、あの悔い残らず演技することだと思いますからね。はい、現在22歳、愛知工業大学の4年生。世界選手権には4回目の出場ということになりますが、91年が10位、92年が19位、そして去年が8位というランキングでした。お隣が染谷コーチ。さあ、会場もどんな点数が出るかという期待感ですが、さあ出ます。ちょっとブーイングですが、4点台という厳しい点ですね。
アメリカは比較的高い点数を出してくれていますが、そして表現力 5.5 が日本のジャッジも出してますね。 5.0 から 5.5、 これで7分に